さて、紅花に予約の時間がやってきました。で、紅花ってね、知ってるとは知ってるかもしれないけど、ロッキー八百木さんっていうとね、創業して、その息子さんが有名 DJ、スティーブ八百木。で、その母違いの娘が、シャネルの、専属モデル、元専属モデルのデボン八百木なんですけど、すごい混んでる。すごいなぁ。中が結構騒がしいからちゃんと音拾えてるか分かんないけど、ここが待合室か。なんかバーカウンターみたいになって、なんかお寿司とかも待ってる最中に食べれるのかな、こういうところが。ここで、あ、お酒飲みながら待てるんや。それはいいね。なんか結構アメリカ形式、一風堂とかもね、そんな感じになってんねんけど。で、こっちに行ったら鉄板があって、そこでね、パフォーマンスしてくれるっていう感じ。前来た時はね、日本人のシェフいなかったけど、なんか他のフィリピンとかあっちの方のなんか人たちが鉄板焼き焼いてくれてたけど、うちゃー、キリンビールドップライト。これ見て、紅花ホット酒。なんか色がついてるなと思ったらね、ブラックブラッドベリーとかね、アップルとかバナナとかジンジャーとか、なんか味がついてるみたいな。これ新しいね。紅花って言ったらね、こっちのアメリカの人の、アジアの誕生日パーティーみたいな、アジアレストランで誕生日パーティーするってなったら、ここっていうのはね、定番の店らしいんですよね。こうやって各ブースにね、シェフがついてて、こんな感じで焼いてくれるっていう。なんか前説が始まった。今日はね、あそこにいるね、長女の親友の、誕生日パーティーなんですよね。僕はね、ステーキを頼んだんやけど、なんか来た。オニオンスープかな、なんかマッシュルームみたいなのが上に浮かんでるけど、いい匂い、コンソメのいい匂い、うん、あ、美味しいねこれ、うん、オニオンスープ。すごい風船やな。13歳31歳、どっちやろ。サラダが来ましたね。結構ね、標準的なサラダよね。おー、来たー。今日のね、シェフはね、メキシコ系の人やね。フィリピン系でもなくなった。さてさて、この紅花のシェフの腕前はどんな感じなんやろ。なんかでもちょっとメキシコで見たようなパフォーマンスに似てるような気がするけど、多分ああいうとこで人が育って、こういうとこで引き抜かれるんちゃうかな。おー、まだね、メキシコのこの鉄板焼きのパフォーマンス見てないっていう人はね、概要欄に載せておきますんで、右上に載せとくかな。ぜひともね、見てくださいね。ちょっとなんかこうやって笑いを取るのが面白い。あ、俺は新しいね、今の技。いやいやいや、まずは油を引いて、すごい、なんか煙が出てる。なんかいや、紅花オイルやって何やろ、ね、チキン入りました。来た来た、あれメキシコでもやったよね、卵。転換になる、転換になる。で、あれをめっちゃくるくる回ってるっすよね。すごくなーい。卵のパフォーマンスできますよ、また。なんかこの人すごいな、なんか。お、めっちゃ回ってる。すごいすごいすごい。すごいすごい、回ってた。落としてもた。やってもたな。お兄さん失敗。これ使うんかい。あ、これあれやね、チャーハンを作るってやつやね、きっとね。ちょっとネタバラシになっちゃったかもしれないけど、チャーハンを頼んだ人に今からチャーハンを作るっていう感じなのかな。おー、なんかすごい。あ、めっちゃええ匂いしてきた。あ、そう。さてさて、ミックスミックス、ハートができました。え、それをどうするかと言いますと、お、ほんまでもめっちゃないパターンやな。めっちゃ嫌がってるけど、バースデーガール向けに。あ、転換になる転換になる。
醤油をかけて、これでどうなるのって。ごまかな、上に立ったの。あれ何？上に持った、乗ってたの。ハートがドキドキしてた。あっという間にチャーハンが出来上がりました。もうすごいな、やっぱ毎日やってるから手際がいいやもんね。こういう学校があるのかな、なんかこういう鉄板焼きスクールみたいな。なんかでも盛り方が美味しそうじゃないな。なんかおすごいすごい。こちらはね、白米頼んじゃった。さてさて、あ、なんか野菜が入りました。あれはあれやね、玉ねぎとズッキーニかな。これね、確かね、なかなか面白いパフォーマンスしてくれるんですよね。ズッキーニをこんな並べて、これが玉ねぎね。また別のソースを上に乗っけて、塩コショウをして、あれ醤油かけんの？こっちだとね、ご飯にね、醤油かけて食べれるんですよね。長女はなんであんなの買ってもらったんやろ。間違えたの？あ、来た来た来た。玉ねぎがいい感じに焼けてきましたよ。こっからね、見物なんですよね。玉ねぎをね、包んでいくんですよ、こうやって。サイズを合わせて、玉ねぎピラミッドみたいなの作って、中にオイルを入れて、これ見てください、これ。メインイベント。何入れてるんやろ、あれ。すげえ。玉ねぎから火が出てる。いやいやいや、面白いね。玉ねぎの火山。これでもなかなかすごくない？エンターテインメントで面白いね、こういうのね。なんか見て楽しい、食べて美味しいっていう。まあ、食べて美味しいかどうかはちょっとわかんないけど、ぶっちゃけ。日本のスタンダード的に考えたらね。でもなんか確実に見て楽しいよね。ソースが来た。これ何ソースやろう。2つのソース。こっちが、あ、ピリッとね、なんか玉ねぎの効いたソース。これが多分ごまだれやね。あ、ごまとね、マスタードやな、これ。ほうほうほう。で、みんなに食べ分けてくれて、野菜がやってきました。どう、おいしい？うん、まあなかなか、なんか香ばしい味がして美味しいですね。エビ入りまーす。なんかやっぱ、手際がいいね、お兄さん。肉がね、いろいろ焼いてくれるみたい。マッシュルームね。これはただのサラダ油だよなー、ちょっと。で、胸肉入りました。わー、すごい。なんか餃子みたいな。綺麗に並べられた。わあ、すごいすごい、めっちゃ手際いい。エビの尻尾を切って動いてる。ああいうちょっとお笑いを入れるっていうのが面白いね。エビの尻尾と身が分かれましたと。あ、なんかエビもティーカー入って、貝柱も入りました。あれ何やろうな、ラード。お、なんか見て、エビの尻尾。お、あ、失敗。入った。あの帽子の中にエビの尻尾を入れるというパフォーマンスね。こっち入れへんのかい。お、レモン入りました。なんかやるかな。お兄さん、ちょっとちゃんとしてや。ドリフを興奮させるようなノリやね。
うん、なんかあの志村けんと加藤ちゃんのあれ帯頼むのやけど来んの、あ、そっか、僕ステーキ頼んだけど全部ついてくるって感じなのかな、ソースみたいな感じになってんのか。おいしい、このエビめっちゃおいしいね。あ、肉が来た、僕の肉、ネギをまず乗っけて、ネギはね英語でねキャリオンって言うんですよ。あと、またの名はグリーンオニオンね。ニューヨークステーキ結構立派、メディアムレアでしょって言って、このまま渡そうっていうギャグいちいちいらんことするな油を取ってくれるんやね、いやいや、いいよ、おいしそう、見て、どう、おいしい、うん、奥様のツナおいしそう、なんか野菜が隣にも慣れた。あー、このお兄さんも上手やったな。いやいや、なかなか面白い、さすが、あっちのグループめっちゃ騒いでる。アメリカあるあるやけど、結構なんかパフォーマンスするたびにうわーって書いて、おじさんにリアクション取って、あ、ケーキが来た、バースデーガールにケーキ。俺はね、事前に用意してたケーキやからね、ここで用意してくれるってわけじゃないと思うけど、あ、手を叩く、おいおい日本語で歌ってくれて、誕生日おめでとう、めっちゃピカピカしてくれてるいやー、紅花美味しかったなー。で、最後にね、来たのがね、10年ぐらい前やったと思うねんけど、なんかね、その時はね、日本から来たてでまずっとか思ってないけど、ぶっちゃけなんか舌が退化したのかな、それか美味しくなったのか、ちょっとどっちかわからないんだけど、なかなかの味でした。これはね、皆さんね、ここに足を運んで、ぜひともね、あの、僕が正しいのか、それか僕の舌が退化してるのか、ちょっとね、見極めていただきたいなと思ってるんで、ぜひともね、来てください。ということで、今日は以上です。いいね評価とチャンネル登録お願いします。それでは。